こんにちは、ザツです。今回は近鉄奈良駅から猿沢駅を通って春日大社の方からぐるっと奈良を回っていきます。近鉄奈良駅からスタートです。古墳ケーキなど変なものを食べました。最後まで見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは行きましょう。東向き商店街を抜けていきます。観光で行くならまずここという感じですね。そう、あれ二人食べても十分やる。お試しです。柿の葉寿司田中になります。老舗の名店ですね。アーケードの中には観光者向けのレストランなどがあります。地元に住んでるとなかなか行かないんですけど、一度は行ってみたいですね。アーケードをずんずん進んでいきます。ここを抜けたら猿沢駅に出ます。360円、安い。大仏うどん、あるある。この先に南都銀行の本店があります。こちらは有形文化財に登録されている建物になります。なかなか見応えありますよ。アーケード抜けました。抜けたらすぐにお餅屋さんがあります。あれ、意外と人多い。ひねつき餅で有名な中谷堂というお店になります。こちらで1個ずつ売ってますので、よもぎ餅をいただくことができます。お餅の他にせんべいなどがありました。このきねつき餅がですね、柔らかくて美味しいんですよ。甘さも甘すぎずちょうどいい感じです。なんか行ったことある気がする。こちらでお願いします。今食べられる方こちらどうぞ。今食べ1個150円でした。ちょっと前まで100円ちょっとだったような気がしますが、ちょっとずつ高くなってますね。向こう行こうか。子供たちはアレルギーがあるので、こういう食べ物は大助かりです。猿沢池に到着しました。池のほとりにベンチがいくつかあったりします。晴れた日はむちゃくちゃ気持ちいいですね。最近スタバなんかもできました。通常の状態だと外国人の観光客だらけです。この日はですね、天気がすごく良かったんです。奈良は秋口から冬にかけては結構天気が悪い時が多いんですが、珍しいです。いいよいいよ、もう1秒でいいね。そういただきます。猿沢駅から興福寺を通って春日大社の方に向かいます。紅葉がですね、すごく綺麗なシーズンでした。京都の紅葉もすごいですけど、奈良の紅葉もなかなか見応えがあります。あんまり知られてないんですよね。興福寺の五重塔が見え始めてきました。見に行こう。こちらの階段が意外と急です。ひょひょいと登ってますがね、なかなか急な階段があります。結構修学旅行なんかここら辺をぐるっと回る方が多かったんじゃないでしょうか。私はですね、実は覚えてません。多分来たと思います。修学旅行の時は私は福岡県北九州市に住んでましたんで、京都、奈良、大阪だったんですけど、奈良はあんまり印象がなかったです。すみません。だけどもこうやって奈良に戻ってまいりました。なかなか面白い場所ですよ。
興福寺の五重の塔が正面に見えます。ここから先に鹿さんが結構いたりします。いや、興福寺と春日大社は隣同士、興福寺と春日大社は隣同士、神社仏閣が好きな方はここら辺に来る方も多いようです。まあ観光の名所ですね。本当に奈良って冬になると雨が多いので、こんなに晴れるのは久々です。空も真っ青ですね。ハトも食べるからな、細かくやって。興福寺の国宝館なんかも有名です。木造の千手観音像なんかが収めてあります。非常に見応えがありますよ。ここから奈良公園に入ります。ここから先は鹿さんのテリトリーになります。お邪魔しますって入っていってください。当たってるよ。しかもすごい中途半端や。青信号になったら渡り始めた。ここら辺が名物の信号ですね、はい、もうちょっと先にももう一つありますが、鹿さんが渡っていきます。お得意だ。まあ何事も鹿さん優先です。何があろうとも優先ですよ。春日大社に入ります。とにかく広いです。本堂に入るまでまあまあ歩きますね。ちょっと見てってください。修学旅行なんかも来るスポットになります。こちらに初詣でよく行くんですけども、並び方がものすごいです。まあ1日なんかは1時間とか2時間待ちが普通にあったりします。とうとう鹿せんべいに手をつけてしまいました。さてどうなってしまうんでしょうか。ついてくるんちゃん、ここで買った。もう目の前で鹿が待ってますもんね。めっちゃ待っとる。あ、おじぎした。こうやったよ。バンビじゃん。オーガニックすぎるんだけど、オーガニックね、本当やジャッキー。なんか、鹿少なくない？鹿を引きつれる。まあ、いいか。いいよ別に。4分の1ぐらいに割ってあげていくんやって。4分の1ぐらいに割って1枚を。めっちゃ噛まれてるよ。あげ。必要ないやん。待て待て待て、こんなに角でやられるから気をつけて。いったー、うん、あ、前に食べたさっき。あ、そうだね。ほら、一つ。あの、ちっちゃいのにあげてきて。逆光になったんだ。
ここそうだ、うん、鹿せんべいをあげられて夢見心地でしたということで次に行きます。春日大社の境内に入ってきます。とにかく参道が長いんです。紅葉が綺麗でした。もみじはそんなにないんですけどね、あるとこはすごく綺麗です。厳かな感じがします。ずっと軽い登りなんです。歩いてみるとなかなか疲れます。ずっと砂利道なんでスニーカーなんかがおすすめです。ツアーがあるの、カスカイガラスがあるよ。イチョウが綺麗ですね。うわ、イチョウが。たまにあるとすごく綺麗です。東京のイチョウも壮大ですけどね、いっぱい生えてるんで。もうないやね、今ね。なんで？感染対策。あ、ちびじかくんがおる。ちびっこバンビくんがいました。本当にちっちゃい子だったんで、生まれたばっかりでしょうか。ひな子みたいで耳がひなっぽいね。あ、そうね。逃げちゃった。かわいい。大丈夫で、優しいよ。この子もちっちゃいで。生まれたばっかり。お母さんいない。時期が違うくない？こじか。ねえ、かわいいよ。かわいい。あ、一緒の。本堂に到着しました。768年に作られたということで、中富市、藤原市は祀ってあります。世界文化遺産にも登録されている建物になります。京都の建物に比べては厳かな感じがします。お参りをしました。
プラス500円で奥の本堂の方にも向かいます。御門がですね、下がり富士ということだけあって富士の花があります。シーズンになるとすごいみたいですよ。そうだ、なんかツイッターに載ってたもん、さすが大使の富士。すごい綺麗。境内の縁側を歩いていきます。こちらがですね、私好きでよく写真撮影に使わせてもらってます。長い廊下がものすごく綺麗なんです。記念撮影なんかはいつもこちらですね。見応えがありますよ。境内から外に出ていきます。奈良公園を通って奈良町方面に向かいます。奈良町方面には小さなカフェとかいっぱいあってですね、なかなかおしゃれに休憩のできる場所がいっぱいあります。結構奈良も歩いてみると広いので歩き応えがあります。そこの入り口のところはなかったけど、それもそこは右に入れるんじゃなかったっけ。上見て、葉っぱ。奈良公園に到着しました。ここからずっと近鉄奈良駅の方まで向かって歩くことができます。奈良公園の紅葉も綺麗なんです。もうちょっと評価されてもいいと思いますけどね。どうすんの？こっち行く？鹿くんを発見しました。ズーンっていきます。
鹿せんべいを購入しました。実はですね、私鹿せんべいをあげるの初めてなんです。まあ全然問題ないだろうということで買っていきました。あんまり興味ないですよ。ちょっと向こうであげてみ。食べられてる。ちょうだいちょうだい。もうちょっと集めてみよう。はい、あ、ちょっとぶつけられるから気をつけて。え、もう食べられちゃったの？こやつらズボンを下げてきます。卑怯です。ジーパンにですね、ベルトをギュッと締めていくのがおすすめですね。まさかこんな攻撃をされるとは思ってもみませんでした。ね、ちょっともうバーって上げたらいい。ここでくれくれって引っ張ってくるのが、ほら、ほら、やばいやばい。パパ、10年食べられんで。さあ、最後の1個。お前か。無理、無理。はい。はい、終わり。よし。いや、めっちゃ噛まれたんだけど。めっちゃズボン引っ張られる。ズボンよだれだらけ。なあ。よだれが。もう持ってないのに匂いがするから。ああ。ほんまや。なあ、ほら。いや。手どっかで。よだれか。うん。は鼻。いや。結構ですね、ズボンもべちょべちょされてしまったんで、乾かしながら歩いていきます。てか、あのズボン引っ張られるの勘弁やろ。そう、あと頭突きとかされるね。え、ママゴミ、あれ、子供からお札取り出してあげる。食べた、ぽっくりしてるな。なんか舐められた。中谷堂まで戻ってきました。今回はお餅は買いません。もうちょっと南に下ると奈良町の方に出てきます。こんなとこに。お茶ができるとこを探します。実はこの時にはもう目標地点は決めていたようでした。なんか結構こちらの場所は猿沢駅から一つ入ったところになります。奈良町に入っていきます。意外とスイーツカフェなんかのお店もあるんですね。奈良町の方なの。ああ。へえ。あ、こんな。到着しました。目的地の古墳ケーキだけじゃないですけどカフェです。水をおもちゃ。結構こじんまりとしているようですがインパクトはあります。
お店の中身はどんな感じでしょうか。なんかいい匂い。ケーキがあるな。注文していきます。メニューはこんな感じです。ちょっと値段は張りますが、コーヒーもなかなか美味しかったです。コーヒーのですね、種類が面白くて、前期、中期、後期という分け方になってました。まあコクが強いとか苦味が強いとか、そういった分け方になってます。中身はこんな感じ、すごくおしゃれでレトロな感じが素敵な空間でした。ということで来ました古墳ケーキ。まああの古墳よく知っている人は見た目がちょっとって感じですけどね。スプーンがですね、ケンスコなんです。これは普通に欲しかったです。おもちゃもですね、一緒に貸してくれたりします。看板とか道具とかありました。ケーキがですね、前方後円墳なんです。正真正銘古墳の形してますね。お茶菓子なのか。これなんか見たことないけど、き、あの、赤なんかハート型のなんか赤、何ハート赤と、横から見てもめっちゃ綺麗。え、もう一個いい、うん、これさ、あれみたいなさ、あのさ、掘削開始しよう。基本は抹茶なんですけども、抹茶はそんなに強くなくてですね、チョコケーキという感じが強かったです。周りに置いてあります円筒ハニワはココアメレンゲでできてました。少しサイズ感はちっちゃいんですけども、大きいものもネット販売限定であるそうです。周りのメレンゲのあれが変わった味がするな。これ、ドキがうまく、うん、ケーキの味がそのまま発達して、うん、食べた。え、食べた。うん、発達した。発達して見せて、うん、発達しました。ナッツまだあるかも。うん、いや、なんか出てきましたので発掘します。あー、マガタマ、え、これカシューナッツ、この形はマガタマですね。ピーカンナッツ初めて食べる。
ごちそうさまでしたということで、形だけでなくお味も最高でした。ご視聴ありがとうございました。もしですね、ちょっとでも気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価お願いいたします。